勝手に乗るなよ。やっぱり十三機関だ、任せて。呪いの金貨に引き寄せられた人の心の闇、渦巻く欲望の化身たるこのハートレス。さて、我ら十三機関の力となるのだろうか。ここで試す気か。その通り。まだまだ。とっとと追い出せ。了解。パーレイ。何？パーレイ？海賊の掟だ。パーレイが宣言されたら、俺は交渉に応じなければならない。今は関係ないだろ。その通り。でも仕方がない。こんな掟を考えた奴を恨め。それで。なんだ。この宝箱は慎んで返却しよう。そりゃいいね。で、条件は？記念に数枚金貨をいただいておこう。はあ？大変だよ。金貨が足りないと呪いが解けないよ。海賊を甘く見るとどうなるか見せてやる。ほう。ソラ、ドナルド、ルフィ、行け。撃て！また金貨を取ったの？いつそんなチャンスがあったんだよ。チャンス？どうして呪われてるのかな。思うに、あの化け物にやられた時だ。でもどうしてお前たちは呪われないんだ？呪われじゃないからね。失礼だぞ。本当にどうしてだろうな。もしかしたら、僕たちはこの世界の住人じゃないからかな。ルールが違うじゃん。そっか、よそ者だもんな。いつ家に帰れるんだろう。そりゃなんてさ、呪われなくてラッキーだな、俺たち。おい、ごちゃごちゃ話してないで使える船を探せ。
えるぞ。ほっせい、そりゃ受けてみろ、くらえ。あと3枚だな。どうしてわかるの？海賊の目は何も見逃さない。生き残るには欠かせない能力だ。あ、あれわかった。みんな無事？あの女すっかり海賊気分だな。Thank you.
受けてみろ。はっ、いや、終わりだ。くらえ。それ。ほっ、よっ、イカたちよ、くらえ。金貨が4枚、全部揃ったぞ。宝箱はどこだ。奴らがどこへ行ったのか、だな。ポートロイヤルじゃないかな。どうして。13機関は人の心を集めるんだ。だから人がたくさんいる場所に行くはず。町の人をどうするんだ。幸せにするとでも思ってんのか。どこから来た何者だか知らないが、あいつらの好きにさせるのは気に入らない。ジャック。うん、その通りだ。おい、さっさと配置につけ。